皆さんおはようございます。今日はサンフランシスコ国際空港のバーチャルツアーに皆さんをちょっと連れて行こうと思います。今ねセキュリティも通って靴下以外全部脱いで上着も靴も脱いでセキュリティを全部完了させました。ちょっとねスーツケースが7ポンドオーバーだったので5キロぐらいオーバーだったから200ドル払わなきゃいけないんだけど、そんなちょっとの荷物で200ドルも払うの嫌なのでちょっと中身を出してこの中に入れました。なので手荷物で持たなきゃいけないんだけど、多分ねパパのウイスキーとかあと義理の兄のウイスキーを入れたのが重かったんだと思います。あとねインフラレッドライトっていうライトとかちょっと普段は荷物重量オーバーすることないんだけど今日はちょっと重量オーバーしてこのバッグ持ってきてよかったです。今ね背中にリュックも背負ってます。じゃあちょっと免税店を覗いてみましょう。サンフランシスコ国際すいませんちょっとマスクするから聞き取りにくいかもしれないんだけどサンフランは2019年からペットボトルの水を販売するのが禁止になってるので水はガラス入りとかしか買えないと思うんだけどちゃんと水汲み場があるので私水筒を持ってきたのでそこにお水を入れようと思います。もうねお土産はほとんど買ってるので多分飛行機乗る前に買うのはちょっとしたものだと思います。チョコレートもトレジョで買ったので多分ね気楽にあげれるちっちゃい化粧品とかがあれば買うと思います。もうねチョコレートは定番ですね。チョコレートはね誰にあげても喜ばれるし無難なお土産だと思います。うちのお母さんなんかねこういうジャンクなものも好きだけどあんまり体には良くないのでママにはいいチョコレートを買ってあります。ゴディバも美味しいよね。カリフォルニアはナパバレーがあるのでもうワインはたくさん売ってます。この辺はもうお酒パラダイスですね。ちょっと怖いお酒です。すごいこれこのデザインサンフランっぽい。昨日の夜はね旦那と離れるのが嫌だから旦那と猫に抱きついて寝て多分あんまり寝れなかったんだけど1時間ぐらいしかそれでも3ヶ月もう会えなくなるからずっと泣いていました。うん、あそこあそここういうとこでお水を補給できます。フライト中にねあんまり顔を頑張って保湿するよりも直接飲む方が体内から肌を潤すことができます。何をしてもいいんだろうちょっと見てみよう。そう水がねペットボトル入り禁止だからこういう容器に入っていきます。あんまりね私は空港で食事しません。若い時はねコーヒー飲んだりフライト前にコーヒー飲んだりマフィン食べたりしてたんだけどやっぱ30を超えてから私は結構胃が痛くなっちゃったりあとストレスが多い時期は食べたものをが戻しちゃったりするんですね。だからフライト前はコーヒー好きでもなるべくコーヒーは飲まないでフライト中もお酒
白ワインとかみんな飲んでるけど、私もお酒昔は好きだったんだけど、最近は全くフライト中は飲みません。やっぱりね、長時間フライトでシックになっちゃったら大変なので、空の上で病気になるのは嫌なので、コーヒーとかお酒は一切飲みません。ゲート G4 ここですね。ここが私の待つところです。ナイティットとアナの共同運航の飛行機で帰ります。もうみんな疲れて寝てる人が多いんだけど、私も多分飛行機で寝ると思います。飛行機ではね、私はあんま映画見ないで、今日は読む本を持ってきました。結構ね、読んで安心する本を持ってくると、飛行機狭い中不安っていう人も結構安心できると思います。自分が普段親しんでるもの、アロマオイルでもいいし、枕でもいいし、自分が好きな作家さんの本、私はエクハルト・トールが好きなんだけど、そういう安心できるものを持ってくると、フライトも結構怖いって人も安心して長時間フライトに耐えられます、まだちょっと時間があるから、もうちょっと歩いてみましょう。なんだろうこれ、なんか不思議なアートだけど、うちのお姉ちゃんが好きそう。結構ね、空港に来ると旅行慣れてる人と慣れてない人見たら分かりますよね。結構慣れてる人は本当に必要最低限のものしか持ってないけど旅行初めてって人はもう多分何でも持っていきたいから、たくさん荷物を抱えてる気がします。アメリカのミントもパパが好きだから、ストロングミントも買って帰ります。ここもまたチョコレート、ケージが本当に可愛い。アメリカのちっちゃい子に人気のぬいぐるみです。超かわいい。トラベルグッズが買えますね。焦点が合ってないです。
スピリンとかも買えるのかな。あ、タイレノール、これあのワクチン打ったらみんなが飲んでるやつですね。私はもう痛み止めはシンプルにいつもアスピリンなので、うん、アスピリン 300mg が一番こう痛み止め飲むときはあのアスピリンに決めてます。あんまりね、あのいろんな痛み止めに手を出したりはしません。日本でもね、バファリンがアスピリンと胃薬が半々になったようなやつが売ってると思います。アスピリンはね、案外知られてないけど筋肉痛とか生理痛にも効くし、うん、私は生理が早く終わる気がするので、本当に生理2日目でお腹が痛い時とかはアスピリン、これですね、アスピリンを飲みます。でね、今日フライトなんだけど生理2日目なんですね。だからあのフライト前にカイロをお腹に貼ろうと思います。大きいパーカーもね、これからあのパパが家で着るのにあったかいと思うから一つ買って帰ろうと思います。最近ね、ディズニーチャンネル、ディズニーチャンネルでミニオンを見ました。ちょっと寝てないからあんまりうまくアナウンスできないけど、ちょっと旅行気分を味わってもらえたら嬉しいです。あ、あっちにもデューティーフリーショップがある。これは多分ね、お酒ばっかりのお店だと思う。お酒と、あと多分香水かな、うん、やっぱりチョコレートですね。チョコレートとか蜂蜜とか多いかな。ロクシタンはね、もう日本でも買えるし、機内でも多分雑誌で販売してたりするので空港では買いません。じゃあ今からちょっとのんびりします。今日は動画見てくれてありがとう。またね、飛行機が無事に日本に着きますように。